みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はいてさす霊ゲーな毒が本当に有効なのか、これを検証していきます。毒状態での効果ですが、通常種を呼ばなくなる、動きが鈍くなる、滑空攻撃が減る、これらの効果があると言われています。初めて知ったという方も多いと思います。ハンターノートを見ると、毒による攻撃も効果が高いと書いてあります。有効な状態上も毒となっています。毒の効果は5秒間隔で8回、1回あたりのダメージは40なので、合計が320ダメージとなります。ダメージ量は40秒で320、耐性値も低いと考えればそこまで悪くありません。それでは実際にモンスターの動きをご覧ください。左は毒状態、右はそのままです。ハンターは動かずにモンスターの動きを比較しています。先ほど紹介した点に注目しながらご覧ください。ご覧になられてどうでしょうか。何が違うのかと感じた方が多いのではないでしょうか。自分もさっぱりわかりません。1の通常種を呼ばなくなる、どちらも通常種が登場しています。2の動きが鈍くなるも攻撃スピードには差が発生しません。疲労に近いモーションも時間は同じです。3も減ったとは感じませんでした。1の通常種を呼ばなくなるという効果が仮に正しいとします。残念ながら2体の移動エリア数は少なく、同一エリアで戦闘を維持していれば必ず登場します。結果として肥やし玉が必要になります。これらのことから、毒属性はダメージソースとして考え、追加である効果はおまけ程度であると思って使用するのがおすすめです。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。